はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。サイフォンフィルターですね、やっていきます。よろしくお願いします。これ最終章来るのかな。なんか何にも脈絡というか、そういう話が来ないんですけど、もうやることないよね。サイフォンフィルターを破壊して終了だよね。そうですよ、そうですよって。ミサイルをぶっ壊せってんでしょ。もうこれ最終章でしょ。リアン、ここがもう使われてない場所とは思えない。RQ デブ薬科の発射準備がされている。ワーガンは何かを企んでいたんだ。発射制御パネルある。秒読みが始まってるが、コードエラーでアクセスできない。なんてこと、もう止められないわ。自爆装置をセットして大気圏外で爆発させるしかないわ。どうすればいいんだ。2つある操作スイッチを切るのよ。1つはミサイル本体についてで、もう1つはレベル2に行けばあるわ。なんかさ、初手無理難題じゃねこれ。どうそこ登るんじゃない、危ないよ。ゲーム危ないよ。くそくそ、こいつ余裕で登ってくるな。まずは、おお、なんだ、あ、煙か。あ、ちょっと、あんまりね、大した爆発でもないし、結構打ち込まないと、爆発しないってことが分かりましたね。また一つお利口になったね。若干期待外れだったな。リアン。なんかもっと、了解。あれ？おい、人。お前、人がいちゃまずいだろ。このゲームさ、どうなのこのゲーム。あっ、まずで、本日はね、またちょっと時間がないので、これどうすんのこれ。これどうすんのこれ。無理じゃない。ちょっと30分くらいやったら、これどうなんの。です、David. だったら時間って、なんでまだ燃えてんだよこれ。これ爆発の燃えじゃなくて、あのミサイル発射の時の火力の燃えじゃないですか。ちょっと、何なんだよこのゲーム。で、なんだって。いや、おい、人がいるじゃねえかよ。人は、おい、早く。あ、ごめん、早くって言っちゃいけないんでした、ごめんなさい。もう俺、早くって言わないことにしてんだ。エレベーターコール。ってことだって時間なくない。なんかミサイル付近にあるって言ったよね。あとレベル2に行けって言ってたよね。レベル5にはないんですかね。ちょっとエレベーター早いんだよな。で、本日はですね、ちょっと30分くらいやったらもう電源を落とす。はい、そこ狙ってほしかった。ゲーム、おいおいおい、もう始まって、あ、しまった。ちょっと待って、間に合わないってこれ。ちょっと待って、あ、じゃあここでちょっと、方向キーじゃねえ、これね、これ変えるから。ちょっと待って、時間なくね。これもう打っていくしかないよね。もうちょっと気持ちをね、高めて打ち込んでいくしかないよね。あー、暗い。やだ。ほらもう、どうすんのこれ。何分、1分ぐらいしかないよ、だって本当に。
これがレベル 2？ へえ。え、無理じゃね？え、ゲームだってストップとかスローガーとか使えないでしょ。ここがもう了解。了解じゃないんだよ。え、え、なにこれ、なにこれって。え、あとエレベーターは呼ばないと、ねえ、さすがにここ呼ばないと死ぬよね。落下し待ったなしは免れられないでしょって。え、いねえし。何が正しいのこのゲーム。ヘッドショットの方が早いのかな。リアン、ここがもう使われて、待って、難易度高すぎじゃない。ちょっと初手懐中電灯もね、ちょっといい加減にしてほしいんだけど。このエレベーターが来ないのもね、やだしね。上登ってる間じゃ無理だもんね。どこにいた？そっちだね。全然当たってくれねえんだよなこれ。あ、そこでしゃがまれるとね、俺太刀打ちできねえんだ。ちょっとね、一瞬のリロードさえもったいないので、リロードがする必要ない、ちょっとショットガンで攻めてみようかと思うんですが、そこで足止まっちゃうか。あとはね、これ早いかもしれない。でもさ、ダッシュできない。ここさ、ゲーム登ってくんねえかな。そこ、そういうとこだぞ。もう走っていくしかなくない？もう。これもう抜いていくしかねえよな、こうやって。おお、ほら、生き残った。次。これスイッチ？あ、これなんか違うんだ。やり方あるんだ。別のなんか方法が。なんだろう。まだ9分でしょ？ちょっと待って、スタートボタンで。データがレベル2、レベル2、レベル3でしょ？I am here. Get code to stop missile. Access missile. Command computer. あ、これ、もしかして、やっぱこのミサイルの下のところになんかいじくれる場所があるんじゃねえか？ちょっと、なんか落ち着いて探してみよう。どう考えても無理だよね。おい。あー、ジマックくん、すまねえな。ここでやっぱミサイルをどっか操作できるんだよ、どっかで多分。じゃないとね、無理だもん、時間的に。で、多分この辺にあるんでしょう。なんか怪しい場所あったもんね、ほら、この辺とか。ゲーム、この辺捕まるでしょう、ゲーム。ほら。で、うん？おお、そこ行ける。あ、ほら、これでしょ？ほれー、11分。局長、いずれはこの秘密を暴くだろうと思っていたよ。君は優秀な部下だからな。それでローマはどこだ？ご存知でしょう。ローマとはいつから？コスタリカの時からだ。君がローマとファーガンの間に何か関係があると気づいた時、私はモニターで WHO の情報を探っていたんだよ。それでウイルスを我が物にしようと。情報局のためになると思った。
ミサイル。あれは俺のアイデアだった。マーキンソンはそれを止めようとしたが遅かった。お前もな。標的は誰だ。誰でも構わんだ。お前誰だよ。お、ここでようやくチェックポイントですよ。で、ちゃん、あれ？もうやだこのゲーム。なんで俺死んでんの？え、待って。え、ちょ。これな、何かな、これ多分エレベーター操作しちゃダメ系ですか。じゃあこっち。これここにもうさ、飛びつけるんじゃないの。え、ちょ、飛びつけないんだけど。やばい、1時になっちゃった。寝なきゃ。ちょっと待って、これ。行って。あ、こっちじゃないのかな。こっちかな。ね、転がってボタン間違えちゃったら。こっちでしょ。こっちにくるっと。おれー、賢い。あれ、でも待って、もうあのミサイル飛んでっちゃったんだけど、いいんすか。もうあれ、俺たちにね、ミサイルを止めることはできねえんじゃねえか。ゲーム、どう思うよ。それでもやらねばならんのかい。ちょ、今あれか、ローガンのやつ許せんっつったのは ゲイブの声なのかな。なんか若干ちょっとさっきと違ったような気がするんだけど、これなかなか面白いですね。まあ最初にこっちに戻らせるってところがなかなか、あ、ごめん、熱いっすよね。でムービーはね、スキップしてもうすぐそっちに行けるように。いやー面白いね。面白いっていうか、なんだろうな、やっぱトゥーム感が、トゥームとはまた別のベクトルの面白さとか、な、謎解きとか、なんかそんな感じなものがありますよね。あのさ、打ち負けんのマジでムカつくんですけど。もうちょっとこれかな。違うよゲイブ、ちょっとリロードをしてほしかったんだよ。あ、20発しかないんだっけ。20発しか撃てないって結構きついよね。ビゾンで60発だヤッホイって言ってたのにさ。あ、撃っちゃったし、すげえ強すぎるんだよな。20発いらねえ強さだからな、これ本当に。いやー、イカれてんだこのゲーム本当に。で、ここからはなんかグレネードとか持ってさ。これね、なんかボタンがね、反応するときとしないときとあって、ちょっとよくわからないんですよね。あのムービー飛ばせるときと飛ばせないときとあるんだけど、ちょっとあれかな、このゲームゲームじゃなくてゲームの方の気まぐれでやってたかもしれないです。え、ゲームそんな声じゃなかった気がするんだけどな。もしかしてゲームじゃないのかな。誰の声なんだろう。とりあえず今度こそよし。他にどこに、どこ。ああ、ちょっと。これ走り抜けられるのかな。何分、18分でしょ。もう間に合わないんじゃないかな。
あ、普通にコロコロしなくてもいけた。あれあれあれ、え、これ死ぬんじゃないか、ゲーム。やべえな、完全にバグらしてもらったんだけど、バグらしてもこれ大丈夫ってことだよね。若干のこれショートカットが今可能だってことが今分かってしまった。ああ、もうヘルスが、まあ、すぐ死んじゃうんだよな、ゲーム。このヘルスがもう完全にね、切れてしまうようになってしまうと、ショットガンでもね、一撃で死んじゃうんだよね、こっちのじゃない、敵のショットガンでもね、死んじゃうんだよね。これさっきどうやってやったのかな、もう一回やりたいんだけど。ああ、それこれね、ちょっとでも間に合わないとね、まあ、こうなるんだよね。ゲームはさ、ローガンの何に怒ってんですかね。標的は、ね、何を標的にしているんだい、何でもいいだろうって別に言われただけだからさ、まだそんなに切れるところないよね。まだね、もうちょっとゲーム我慢してもよかったんだよ、ね、切れるにはちょっと早かったかもしれないで。撃たないで。どこにいる？あ、暗くて見えない。はぐれ研究員はフラッグジャケット持ち。どこにいる？うわ、厳しい。その銃厳しいんですよ、本当に。あれでも微動の弾なんですけど、おかしいな。スイッチ。あ、今日あれだな。昨日だったかな。もう俺ちょっと本当に記憶がなくてな。朝と夜の記憶がないんだよな。電車に乗って、なんで閉まってんだよ。初めてね、うおぉ、スイッチを生で見ましたよ。やってる人、電車の中で何をやってたかはちょっと、ね、定かではない。やー、ちょっとな、気のせいかもしれないけどさ、ヘッドショットが厳しくなってないですか。またこっからなんだよな。ほら、こんな感じでね、行かないとくぐり抜けられないんですよ。要は回を追うごとにすごく厳しくなってんじゃないのかな。俺の気のせいかな。多分回を重ねるごとに俺が雑になってる説もね、否定できないよね。多分どっちかって言ったら俺のプレイが非常に雑になってるような気もするからね。でもね、これね、あんまりね、丁寧にやってるとね、時間なくなっちゃうし、特にね、こうタイムアタックじゃないけど、ね、時間を追われてるときはどうしてもね、急いで行かなきゃってなっちゃうし、でもね、今日結構ね、急がば回れなんですよね、これ結構な感じで。来るかい？素晴らしい。アイテムは拾っといた方がいいのかな。はぐれ研究員はもうちょっとほっといて、 K3G4 は、あ、この弾だね。これを出すってことはもうこれで行きましょうって言ってんのかな。グレネード、あれ、あ、ちょっと はぐれ研究員をちょっと ぶち殺さないといけないんだ。なんてめんどくさいことさせるんだ。おとなしく死んでくれないか、俺のために。おい、ちょ、こんなところで時間取らせんじゃないよ。頼むよ。こっちか、外れたってな。お前だって死にたくないだろ。手間かけさせんじゃねえ。もうあと1分しかないもん、ちょっと。もう、なんなんだ、このゲーム。次、グレネードぶち込みますからね。うわあ、そして次はグレネードぶち込みますから、ゲーム狙って発射。よし、あ、まだいた、関係ない。あ、
あ、ここ自体が関係なかった。ゲーム狙える？あ、敵がどこにいるか分かんない。ロック、ロックして、はい、ロックして、ありがとう、ありがとうゲーム、君は友達だ。で、出口はどこ？あー、もうちょっと待って、あとは 15秒しかない。もう死ぬしかないじゃない。ちょっとガスグレじゃねえんだよ。おい待ってくれ、死ぬ前に地図を見させてくれ。裏か、やめだ、完全に間に合わない。こっち、この辺だな。ゲーム大変だわ。どこだ、どこだ、なんかこの辺っぽいんですけど、ちょっとまだ足音がするんだけど、あと5分でいけるかな。あー、でも待って、グレネードはちょっと取っとかないといけないから、どうしよう。あー、これちょっともうあと1回っつってね、ここで死ぬのはごめん。もう1回やらせてくれ。編集入れてもね、今25分でしょ、もう多分20分になるかなら、ごめん、スタートボタン押しちゃった、そうやっちゃった、スタートボタンになる、スタートボタンじゃねえや、あ、ちょっともうぐわーじゃないんだよ、もうちょっと盾とか構えとけよ。で、こう走ってって前キーを、そうだね、前キー、ちょっと待ってよ今まで普通にするっていけたじゃん、頭下げろよ、頭を。もうゲイブったらもうすぐツンなんだから、体が熱くなっちゃったよ。どうしよっかな、そしたら。まあでもエレベーターじゃねえ、ビゾンだよね、まさビゾンだよね。ね、どんなに弱い弾だとしても頭ぶち抜けば一撃だから、やっぱ弾持ちがいい方がいいよね。で、あそこでね、ちょっと何が許せないって、別にローガンなんかどうだっていいんだよな、この際で。こういうね、走ってくる敵に対してはもう走り抜けてくるんでね、点で置いちゃってね、打ってあげると、あの、勝手にね、敵が的に入ってきてそのまま死ぬんで、それが一番なんだよな。ちょ、間に合わない、人としてが、アーマーがちょっときついですね、これだと。どっち、これ当たり外れだからな、当たりを引けばね、いいんだけど、やっぱビゾンだよね、ビゾンなんだよな。で、コントロールキーもらって、ちょっと HP きついっすよね、これだと。 HP きついんだけど、ここで HP もらって、ジャケットもらう、で、グレネードで打ち込む、はい、こっちも見つかって、はい、打ち込むでしょ。で、そうしたらこれだよ、コマンドコンピューター、勝った。リア、やったぞ、ミサイルの自爆装置をセットできた、どうだ。偵察衛星からも確認できてるわ、大丈夫よ、大成功ね。やったぜ。今ウイルスの資料を引き出している、脱出の準備はできた。引き時を逃したな、ローガン、後で後悔するなよ。何？え？ローガン。ちょっと待って。何？引き時を逃したな、ローガン。ちょっと待って。ちょっと待とうか。何に俺は爆発させられてるのかな？わかんないな。ほい。張り切ってんな、ちょっともう29分なんだけど。苦しみながら死んでいく相棒を見るのはどうしよう。え、ローガンって誰や？俺はゲイブなんだが。ただ
ちょっとこっち来てよ。俺がグレネード投げられないんじゃないか。ほれ。あ、ちょっと待って。え、待って、今何に死んだの。え、あの敵のグレネードの方が早かったってこと。ごめん、マイクめっちゃ触っちゃってる。引き時を逃したな。引き時を間違えたな。俺は誰なんだ教えてくれ。俺は誰なんだ。これあれっすか、これヘッショできない系っすか。ちょっと待って、ローガン俺は誰なんだ。ちょっと待ってよ、これもう。あ、俺ローガンなんだっけ。ガブリエル・ローガンって言うんだっけ。あの、なんだろうな、ちょっと、もはや俺がね、もはや俺が誰でもいいわけで、ちょっともう電源を落とす準備をしているわけなんだよ。あ、こっちか、ボタンまでした。これやっぱ逃げ場はないのかな。もし逃げ場がないんだったらもうやっつけないと。苦しみながら死んでいる場合。ここからだよね。ここからここでさ、ガスグレ取らせてくるっていうのがさ、ちょっとやばいよね。あれ、ちょっと待って、これさ、これいけんじゃねえか。その辺にいるんでしょ、だってレーダー的に。ほれ、あー、すごい走って逃げてるね。だからこんな感じでさ、こうやってやっていくと、そうだよね、死ぬよね。ローガン、ローガン。え、待って、これ正規。なんてこと。早く君のワクチンを作らせなければ。私はいいの。それよりマーキンソンがファーガンやローガンと組んでいたなんて。この先どうすればいいのか、全ては闇の中だ。はい、ありがとうございます。全く名前がね、あのファーキンソンがボスだったよね、確かね。じゃあローガンって誰すまん、名前そんな何人も出てないのに、全く誰が誰だか分からずにね、大量虐殺を繰り返しただけの主人公ゲームでしたね。そしてアールちゃんでした。ありがとうございます。めちゃくちゃ難しかったです、このゲーム。ぜひね、あの買ってやってください。そして苦しんでください。本当にさ、ガスグレでやっつけるのが正義だったのかな。それとも死にざまっていうのはいくつかパターンが用意されてて、まあ、爆死とかね、脳天直撃死とかいろいろあったのかな。ちょっとそれが気になるね。いや、このゲームにね、死に様はそんな用意されてないはずだから、下手するとガスグレじゃないと死なない、もしくは倒せない敵だったのかもしれないね。やっぱこういうところじゃないとさ、やっぱ強すぎるよね、ガスグレ別のゲームでもさ、そうなんだけど。で、まあ、あるプレイできない、あのね、なんか調べるとね、できないことはないんだけどさ、ね、あの2とか3とか、なんかいろいろ調べて、いろいろなんか悪いことすれば、ね、できるような気もするんだけど、まず俺ね、技術がなくてな。まあ、その2とかね、3とかね、あるんだけど、2はこのエンディングのもう直後から始まるらしいんですよね。だからその、ローガンだか、ファーガンだか名前がちょっと似すぎてるんだよね。ね、それを追っていくっていう感じで始まっていくのかな。またこの989スタジオだったかな、最初言ったのが。あの、まだね、あのご存命の会社でさ、いろいろ作ってるんですよ。確かになんかレジスタンスの
やつも作ってたかな、あとね作品を。あれマーラーでしょ。計画通りだな、完璧だマーラあーなるほどね。その、マーラーっていうのはまだそのまだ上に人がいたんだね、はい、これから任務遂行に必要な基本操作を説明するわ。あ、ごめん、そのコントローラーじゃないです、僕そのコントローラーじゃないです。はい、ありがとうございます。ちょっとまあ、やっぱ海外のゲームってさ、エンディングがね、淡白なんですよね。パッパッパッって終わって、スタッフロールパッパッパッって終わりで。でもこのゲームは、ね、ちゃんと続編ね、作ってあるんで、エピローグもね、ちょこちょこっと入れて、続編を匂わす形にしてあるのがすごくいいですね。それもすごい展開早くてね、いいんじゃないですかね。全体的にまとまったゲームだったと思います。すごくね、面白かった。まあ、面白かった以上に難しかった。うん。この手のゲームあんまね、得意じゃないんで、プラスね、こんな、これ下手したらこれの方がね、やりやすかったんじゃないかなって思うけどね、俺は。今ね、やってるトゥームレイダー、なんだっけ、ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダーか。は、こう普通のコントローラーでやってんだけど、なんとなくね、俺はこのサイフォンフィルターね、開け込んでやってるこっちのやつの方がね、やりやすい気もするんだよね。まあ、必要な動きが少ないからかな。まあ、ぶっちゃけね、ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダーは近接ばっかりしてるから、それもね、難しさを助長しているような気がするんだけど。いやー、面白かったね。ありがとうございます。どうしようかな。このゲームにはおまけはね、ほぼないんで。ね、ちょっと待ってね。今もうクリアできると思ってなかったからな。ちょっと、長々喋る時間も多分ないしな。カット。カットはどっかないしな。一応ね、もう次回作、まあこれプレイステーション1のゲームなんで、まあ決めてるんだけど、ね、不思議なことにさ、ある FPS、ね、一人称は、のシューティングは苦手なんだけど、でも結構一人称のゲームって今まで、やってきてたんですよね。で、ちょうど、一人称のこれ何なんだろうな、アドベンチャーなのかな、ちょっとね、続編のやつがリクエストあったので、これをやってみようかと思いますが、あとはそうだね、とりあえずは、うん、まあ準備を、録音は今更録音はって、ね、まあ、準備して、まあ、また取り組んでいければなと思います。プレイステーションのゲームは基本的に何でもかんでもね、ガチャガチャうるせえな。開け込んでね、できればなと思ってます。必要不必要は問わずね、可能であれば、これ使っていきたいですね。やっぱなんだろう、子供心なのかな。ああ、やべえ、1時半だ、ちょっと寝なきゃ。ガチャガチャ。やるのが結構楽しいんだよね。大きなボタンバシバシ押すのも結構楽しいしね。はい。ぜひね、アケコンもね、買ってください。1万3000円くらいで。高え買い物だよな。でも、もうずっと使って、ね、何年も使って、あぶれ、ね、何年も使ってる、ね、使えるものなので、まあ、置き場所に困らなければね、ぜひちょっと、安物だったらね、5000円しないで買えると思うんでね、ちょっと、こういうのでね、遊んでみても楽しいと思います。ね、アクションゲームとかね、シューティングとかやってもいいんじゃないかなと思いますが。アケコンを進める人になっちゃったな、さい。最終的には。じゃあ、長々とまたね、ご視聴ありがとうございました。また、まあ、面白そうなものがあったら、ぜひね、見ていただいて、買ってやってください。よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。